そのうちの家族のその歴史を残してあげたいなと。お祝い事が多いでしょ。いろんな家族のお祝い事にかかり合えるという喜びがありますよね。安いお金もらってるわけじゃないから、一生懸命取って気に入ってもらうようにしてるのがまあ第一で、あとはいわゆる丸っきり知らない人が見てもこういう家族じゃないかと思ってくれるようなのを取りたいんですよ。例えばその時はそうでもないけど、何年か後にあーっとか思ってもらったりとかですね、やっぱりそうすると一緒に喜んで、一緒にこういい学校入ったらよかったですねとか言ってあげられる写真を撮れればいいかなと思ってるんですけどね。ほんの一瞬を人間は生きてるだけだけど、残しておきたいという欲望は僕はあると思うんですよ。だからそのための商売だと思ってるし、証明書も含めて全部全勢力を傾けて撮ってるつもりなんですけどね。デジタルの前はシノゴでした。ほとんどシノゴは無駄取りできないですからね。1枚取れば何百円、それから現像代があるから1枚と1000円近くかかってたかな。フィルムをホルダーに入れて、ホルダーの引き蓋を抜いて、それでシャッター切るわけですよね。ホルダー入れてる間ずっと向こう見てるんですよ、相手を。向こうは終わったと思うから表情が緩んだりするんですよ。でその動きがいいんですよね。その間が結構良かったんです。愛に取っちゃいけない、1枚1枚が勝負ですから。やっぱり感性で生きていく商売じゃないかと僕は思ってるんですよ。ただ単に写真の技術だけ上手くなれば、僕はそれは綺麗な写真撮れるかも分かんないけど、心打ち写真はいわゆるどういうふうに撮るかっていうのが一番問題であって、でいいカメラがあればもっとよく撮れると。ちょっと若いからオーバーに言っても少し、そう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 、そういうのでもそう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 、はい、もうちょっと手を上げてみましょうか。はい、そうですそうです。この描写力は違いますね。悪いけど圧倒的にやっぱりガーッと 100% 伸ばしてみるとはっきり分かるけど、全然ボケ具合と品質がやっぱり違うと私は思ってるんですよ。で6、8が悪いわけではないけど、結局同じ絞りだとバーッと全部合っちゃうのに、そうじゃないと中盤カメラの強いとこでしょうね、そういうところがね。でもおまけに35mm のハイエンドと同じぐらいになったんですからね。ね、はい、行きましょう。レンズの違いは大きいですよね。110mm は七分人からそれ以上のは結構いい描写をするんではないかなと。ピントはもう普段のレンズだからね、シャープで。問題は色作りなんですよね。黄色人種っていうのはやっぱりちょっと難しいですよね。で肌記憶色でしょ。だからまず顔色のいいということで、一番はそれですよね。富士山のレンズっていうのはやっぱり色がいいというのがあって、これでいいと思いたくないんですよ。努力してないと僕はどんどん落ちていくと思うんですよ。平行を保つのは結構大変でね、ちょっと気合い入れても急激にバーッと落ちていくんですよ、まあ、これでいいと思っちゃうと。気力のある限りは写真で何か作りたいなと。それにおいてはやっぱり機械というのは非常に、僕は機械で撮らなきゃならないですからね。同じ腕ならいいカメラ持った方が僕はちょっとでも上がると思うんですよね。